さあ今宵も行きましょうか。本日紹介する事件はとてつもなく泥沼なんです。昼ドラとかね、そういうのが好きな方はねハマるんじゃないかなと思うんですよ。では本日の事件をご紹介させていただきます。時は1970年代、東京都江東区で事件が進んでいくんです。諸橋一家はおじいちゃん、そして夫婦、あと一人の子供、この4人で生活をしていたんです。諸橋明恵は専業主婦をしていたんですが、ある日突然夫がね蒸発しちゃうんですよ。そして愛人と一緒に同棲をするんです。そうなってしまうと収入がもうなくなっちゃうんですよね。子供も養わないといけない、そして旦那のお父さんも面倒見ないといけない、さあどうしようということで生活に困ってスナックでホステスを始めるんです。当時はね女性の労働環境があんまり良くなかったもんで、しかもねある程度年齢がいくと正社員として雇ってくれるところがあんまりないんですよね。なので、まあ、スナックっていう選択肢になっていくんですが、たちまちね明恵は売れっ子となってどん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 お金を稼いでいくんですよ。すごいよね。で貯めたお金をさらに増やそうとしてバーを経営いたします。そこでバーテンを雇うんですが、なんとね明恵もそのバーテンを自分の愛人にして、まあちょめちょめな関係になっていくんですよ。でそのまんまね夜の世界でこう明恵が頭角を現していくんですけど、ちょうどその時に夫がいやちょっと愛人が田舎に帰るって言って引っ込んじゃったんだよ、別れたんで一緒にまた住まわせてくれないかなって言ってくるんですよ。そういう夫をまあまあまあいいでしょう、許しますよと許してまた同居を始めていくんですが、夫はねなんと愛人と別れていなかったんです。全然ね田舎に戻っていなくて、なんか怪しいなと思っていると、やっぱ愛人と会ってたりしていたんで、何こいつちょっといい加減じゃない、どういうことっていうので、だんだんと殺意が湧いていくんです。その時にはね、もうすでに明恵にとって旦那はね、別に愛の対象ではなかったんですよね。だってもう、バーテンと抜き差しならぬ関係になっていたんで、まあ邪魔だよねってなっていくんですよ。そこで、バーテンと一緒に、じゃあ、夫を消しちゃえっていうことで、2人で作戦を練って、1974年8月8日、当時47歳の夫が疲れて帰ってきて熟睡していたんです。そこに明恵とバーテンが現れて、あ、寝ているということで都市ガスを放出。その後に明恵とバーテンは一緒になって浴室に連れてくんですよ。そこで入浴中にガスが漏れて亡くなったっていう体にして処理します。この時はねそれが全く疑われず、そのまんまね普通に処理されちゃったんですよ。その後ね約3年半ぐらい経過した頃、明恵が経営しているバーのホステスがちょっと相談を持ちかけてくるんです。そのホステスは当時30歳で内縁の夫がいたんですけど、ちょっともうその内縁の夫についていけない、別れたいということを明恵に言うんですね。明恵はねその内縁の夫が生命保険1200万円の生命保険に入っているっていうことに反応して、じゃあやっちゃいなよってけしかけるんですよ。ただねやっぱりある程度人数がいた方がやりやすいっていうことで、今回人数が大掛かりになるんですよね。まず明恵で、明恵の愛人のバーテンで、あとその30歳のホステスで、そのホステスに好意を寄せている33歳のバーテンも仲間に入れるんです。これで4人の共同戦線となっていくんですが、1978年の4月24日深夜、内縁の夫を江東区内のカーフェリー埠頭に誘い出すんです。30歳のホステスがその内縁の夫にドリンクを飲ませるんですよね。そのドリンクの中には睡眠剤が入っていまして、内縁の夫はもうフラフラになるんですよ、眠くなって。でそこで首を絞め、遺体は草むらにそのまんまポーンと投げ捨てます。処理がね良くなかったことから、翌朝午前6時42分頃に通りがかった作業員がそれを発見するんです。それで警察に通報。
警察が調べると身元はすぐに分かりまして、それでその被害者の交友関係などを調べていくんです。そうするとその被害者男性の交際女性というものが発覚していくんですが、その交際してた女性っていうのがホステスではなくて喫茶店のウェイトレスだったんです。マジでこの時点でも結構泥沼ですよね。そのウェイトレスに聞いてみると、なんか30歳のホステスがいるみたいなことは聞いてたんだけど、なんかちょっと揉めてるらしいのよっていう証言を得て、その翌日に警察がそのホステスに任意同行を求めます。そこからどんどん割れていくんですよ。保険金を支払うっていうことで昭恵さんにも手伝ってもらったんです。そんなことを言ったもんで、警察はねすぐ昭恵を事情聴取、そこでね全ての事件というものが明るみとなっていったんですよ。この裁判というのがね、またとんでもないことが発覚していくんですけど、昭恵はね裁判になったら急に、いや私はやっていない、周りの人たちがやったの、確かにそうかもしれないよね、そうかもしれないんですよ、私は無罪だって主張するんです。そもそもね、夫が亡くなったのはあれ遺書があったの、私とお父さんの関係をばらされたくない、そんなのが明るみになったら嫌だっていう遺書があったのよっていうようなことを言うんですよ。そこで登場するのがお父さんなんですけど、このお父さんっていうのはその義理のお父さん、昭恵の旦那のお父さんなんですけど、そのお父さんは言うんですよ。いや関係は、でも3年前にそれは清算した、それを分かっててその後も住み続けたじゃないか息子は、別にそんなのが動機になるわけはないというふうに言うんですね。そして最終的にね、裁判で死刑判決が言い渡されております。その後ね、2007年5月14日に急性心筋梗塞で治療を受けるんですが、7月17日に関節性肺炎で去年75歳でございました。ではね、最後に今宵からなんですけど、ほんと泥沼だよね。まずそもそも夫が愛人を作ったっていうところありましたけど、最初はね私もろくでもない夫なんだな、で昭恵が商売やりだして儲かってるように見えて戻ってきたんじゃないのかなって一瞬思ったんですけど、もともとさ、この義理のお父さんと昭恵がさ関係持ってたことが発端なような気がしてきたんですよね。で愛人作るわけでしょ。だから一回はね昭恵も許したと思うんですよ。いやその別れて もう一回別れてきたからもう一回一緒に住もうっていうので、一回そこで成功しちゃったもんで、もうほんとね金の亡者になってたんですよね昭恵も。まあ多分ねどっぷりと夜の世界に使って、で当時多分ね江東区なんで錦糸町亀戸とかね、その辺が関わってくると思うんですけど、あの辺って結構ねヤクザ多いんですよ。一回ね私がそのバイクで、まあ原付ですけどね、両国ら辺をブイーンと走ってたらさ、黒塗りのベンツがずらーっと並んでたことがあって、原付のバイクって左車線を走んないといけないんですけど、その時ばかりはマジで怖かったから、ほんとね真ん中走ったからね、真ん中のど真ん中だからね、もしかしたらね多分70年代であるなら、おそらくなんですけど、そのヤクザのしのぎっていうのはそのみかじめまたはステッカーとかの販売で、あとはその賭博系ね、違法カジノもあったり、また当時で言えば麻雀か雀荘、そういうところがあったと思うんで、おそらくね夜の世界でそういうのも見聞きしていた部分はあるんじゃないのかなと思うんですよ。だからこんな大胆なことをしたような気もしないでもないんですけど、にしてもねすごく狭い世界で、なんだろう、本当野獣っていうか本能の赴くままに浮気不倫しまくってお互いに殺し合って、なんなんだっていう世界ですね。結構びっくりしました。とはいえね、とはいえやっぱり浮気とかそういう関係の犯罪っていうのはね今の時代もありますんで、本当ね理性を保つっていうのもね一つ大切に思えます。
ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございました。マジで沼ってますよね。